ただいまから安倍内閣総理大臣の平成29年年頭の記者会見を行います。はじめに総理からご発言がございます。皆様の質問はその後にお受けいたします。それでは総理よろしくお願いいたします。はい。皆さん明けましておめでとうございます。昨年は熊本地震、台風10号による大雨、年末には糸魚川での大火災など災害が相次ぎました。厳しい避難生活の中で新年を迎えられた方々も多かったと思います。被災された皆様にこれよりお見舞いを申し上げます。本年はどうか平穏で豊かな一年を過ごせるようにとの思いで先ほど伊勢神宮を参拝してまいりました。遠く離れたアフリカの地では国連 PKO 海賊対処、正月返上で国際平和のために汗を流している自衛隊の諸君がいます。その強い使命感と責任感に新年の始まりにあたって改めて敬意を表したいと思います。本年は鳥年であります。12年前あの劇的な郵政解散がありました。そのさらに12年前は私が初当選した年でありますが、自民党が戦後初めて野党になり55年体制が崩壊した歴史的な年でありました。佐藤総理が沖縄返還でアメリカと合意し解散総選挙に打って出た昭和44年も鳥年でありました。鳥年はしばしば政治の大きな転換点となってきました。そして本年は世界でもさまざまな国のリーダーが交代します。変化の1年となることが予想されます。そうした先の見えない時代になって大切なことはぶれないこと、これまでの軸をしっかりと貫いていくことであります。本年も経済最優先、鳥が大空を駆けるように颯爽とデフレ脱却に向けて金融政策、財政政策、そして成長戦略の3本の矢を打ち続けてまいります。そしてこれまで延べ100を超える国や地域に足を運んできましたが、空から大地を見下ろす鳥の目のように世界地図全体を俯瞰しながら積極的な外交を展開してまいります。あの昭和20年も鳥年でありました。我が国の戦後が始まった年です。戦争ですべてを失い見渡す限りの焼け野原が広がっていました。しかし先人たちは決して諦めませんでした。廃墟と窮乏の中から完全と立ち上がり、戦後新しい憲法のもと平和で豊かな国を今を生きる私たちのため作り上げてくれました。本年はその日本国憲法の施行から70年という節目の年にあたります。この70年間で経済も社会も大きく変化しました。少子高齢化が急速に進んでいます。バブル崩壊に端を発したデフレは20年近く日本経済に重くのしかかり、持続的成長への自信は揺らぎました。世界では戦後の国際秩序だった冷戦が終わりを告げ、日本を取り巻く安全保障環境は厳しさを増しています。こうした困難な課題からもはや目を背けることはできません。戦後を作られた70年前の先人たちに倣って今を生きる私たちもまた
こうした課題に真正面から立ち向かわなければなりません。未来への責任を果たさなければなりません。戦後のその先の時代を切り裂く、次なる70年を見据えながら、未来に向かって今こそ新しい国づくりを進めるときです。女性も男性も、お年寄りも若者も、障害や難病のある方も、一度失敗を経験した人も、誰もがその能力を発揮できる、一億総活躍社会を作り上げる、デフレから脱却し、日本経済の新たな成長軌道を確固たるものとする、積極的平和主義の旗を高く掲げ、日本を世界の真ん中で輝かせる、そして子どもたちこそ我が国の未来そのもの、子どもたちの誰もが家庭の事情にかかわらず、未来に希望を持ち、それぞれの夢に向かって頑張ることができる、そういう日本を作り上げていく決意であります。曲アサジン、曲アジさん、曲アジさんという鳥がいます。この鳥は冬になると南極に渡って餌を取り、夏には繁殖のために北極へと再び渡ります。中には一生のうちに200万キロ以上地球と月を3往復できるぐらい途方もない距離を渡る鳥もいると言います。すべては子や孫の代へと未来を切り開くため、渡り鳥たちは自らの翼で飛び出し、自らの力で海を渡り切ります。誰に助けてもらえるわけでもありません。私たちの未来もまた人から与えられるものではありません。私たち日本人が自らの手で自らの未来を切り裂いていく、その気概が今こそ求められています。私たちの子や孫、その先の未来を見据えながら、本年安倍内閣は国民の皆様と共に新しい国づくりを本格的に指導してまいります。今月20日から始まる通常国会は、いわば未来を開く国会であります。そして本年をこの国の未来を開く1年とする、そのことをこの節目の年の年頭にあたって強く決意しております。最後となりましたが、本年が国民の皆様にとりまして素晴らしい1年となりますことを、これから記念をいたしまして、年頭における所感とさせていただきたいと思います。私からは以上であります。それではこれから皆様のご質問をいただきます。ご質問希望される方は挙手をお願いいたします。私が指名いたしますので、所属とお名前を明らかにされた上で質問をお願いいたします。では最初に内閣記者会の代表の方からお願いしたいと思います。はい、どうぞ。日本テレビの川上と申します。よろしくお願いいたします。衆議院の解散総選挙のタイミングについてお伺いいたします。総理は年末に来年度予算案の成立を最優先にする考えを示されましたが、それは予算審議に影響を与える通常国会前半での解散はないということでしょうか。そうしますと、夏の都議会議員選挙や衆議院の区割り変更がある中で、衆議院の解散は秋以降になるのでしょうか。総理のお考えをお聞かせください。非常に具体的なご質問をいただきましたが、平成29年、今日で4日目でありますが、この4日間、解散の二度辞を全く考えたことはないわけであります。今、質問されて初めて、解散という言葉が脳裏に浮かんだわけでありますが、全く解散については考えておりません。しっかりと我々はアベノミクス、付加しながら、経済をしっかりと成長させていく、これが私たちに与えられた使命であり、最大の経済対策は、予算の、来年度予算の早期成立だろうと思います。今はそのことに集中しながら、全力を傾けていきたいと思っています。
はい、それでは続きまして、三重県政記者クラブの代表の方からご質問いただきます。はい、どうぞ。CBC テレビの若尾と言います。よろしくお願いします。去年はここの、三重県で伊勢志摩サミットがありました。地方開催が続いていますが、次回日本で行われるサミットでの地方開催についてのお考えや、サミットを生かした地方活性化における政府の支援という観点を含めてお考えをお聞かせください。初期の頃のサミットを大体首都で行い、そしていわばその会議を行う機能に大きな重視が機能が重視をされていたわけでありますが、今は首脳のみで強い雰囲気の中でですね、率直な会話をする、そのようなリトリート方式が主流になっています。したがって私も東京ではなく、地方で開催した方がリトリート方式にはかなうと、このように考えてきました。そこで私はぜひとも G7 の首脳に日本の悠久の歴史、文化、伝統に触れてほしい、その思いから伊勢志摩の地を選んだわけであります。伊勢志摩サミットでは各国首脳の皆様に伊勢神宮のこの凛とした雰囲気のを味わっていただいたと思っておりますし、この雰囲気についてですね、いい場所を選んでいただいたと、本当に絶賛をしていただいたと思っています。阿護湾の美しい自然を背景にですね、胸襟を開いた活発な議論を行うことができたと思っておりますし、また、地域活性化の観点からは、各国首脳に、三重県ならではのですね、伊勢エビとかアワビとか日本酒など、今日は知事や地元の議員の皆様にお越しいただきますが、それぞれご推薦もいただきまして、それぞれのおいしいものをですね、出させていただいて、各国の首脳の皆さん、舌包みを打っていただいたと思っております。日本の食の素晴らしさ、自然の素晴らしさ、またお酒の素晴らしさ、世界に発信することができたのではないかと、このように思います。次回、日本で開催するサミットは、これ6年後でございますから、これは次の総理大臣が決めることであろうと、このように思いますので、私から今から予測することはですね、どこかということを予測することは差し控えさせていただきたいと思います。それでは再び内閣記者会の方からいただきます。はい、どうぞ。読売新聞の淵上です。昨年8月天皇陛下はタイの意向を示唆されました。政府の有識者会議は今月中にも特例法で一代限りのタイを実現するよう求める論点整理を公表する見通しです。政府として今後どのように議論を進め、次の通常国会で法整備を実現するお考えでしょうか。また民進党は皇室典範を改正し、タイを恒久制度化すべきと主張しています。国会での与野党の議論に何を期待しますか。また法整備にあたり与野党で意見を集約する必要性をどうお考えでしょうか。昨年天皇陛下が国民に向かってお言葉を発せられたことを重く受け止めております。陛下のお言葉に対する国民の皆様の受け止めを政府としては受け、現在有識者の皆様にご議論をいただいているところであります。国の基本であり、そして長い歴史とこれからの未来にかけての極めて重い課題であり、決して清掃の具にしてはならないと考えています。まさに政治家はその良識を発揮をしなければならない、そういう課題であろうと考えています。中身や時期などをですね、予測することなく、静かな環境で理論を深めていくべきであろうと、このように考えております。それでは最後の質問にさせていただきます。三重県の県政記者クラブのサイドからお願いします。はい、どうぞ。はい、サイド CBC テレビの方です。政府も支援を表明されているリニア中央新幹線について、名古屋大阪間のルートや中間駅の決定の見通しについてお考えをお聞かせください。
リニア中央新幹線は、日本が世界に誇る世界最先端の鉄道技術であり、まさに夢のプロジェクトであろうと思います。日本人みんながワクワクしながら期待を寄せていると思います。名古屋から東京へは40分、大阪へは25分程度となりまして、伊勢神宮にももっともっと簡単に参拝できるんだろうと思いますが、この夢をですね、現実のもとすべく東京名古屋間の10年後の開業を出し、そして今工事が進んでいます。大阪までの全線開業もですね、在都を生かして最大8年間前倒しをいたします。名古屋大阪間のルート、そして駅については建設主体である JR 東海が検討を進め、環境アセス手続きの段階で公表されると承知をしています。リニアと新幹線による高速鉄道ネットワークを軸に、東京や大阪、名古屋をハブとして、日本全国北から南まで地方と地方をつないでいく、地方創生回廊を作り上げて、全国を一つの経済圏として発展させていきたい。そのことによってですね、地域が地域の良さをもっと発揮できるように、地域に住みながら世界にも発信できる、そういう日本を作っていきたいと考えています。はい、それでは以上をもちまして、安倍内閣総理大臣の平成29年年頭の記者会見を終わらせていただきます。皆様のご協力ありがとうございました。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。